なになに、うさだノート、ペコラの観察1日目。今日は変なお店でペコラの種を買わされた。買い物が終わったらお店ごとなくなっていたんだけど、何だったんだろう。どんな風に成長するのが気になるので育ててみようと思う。中から変な種がズボッまだあるペコだからね、続きがあるペコだから、これがどうなっていくか。続いてプン、ペコラの観察2日目おい、マーンっつってるやつあるペコなんだけど、え、かわいい、目がめちゃめちゃかわいくない。7月26日、種を植えたら次の日の朝にはもう芽が出てた。ものすごいスピードで成長して、夕方頃にはペコラっぽい形までなっていた。すごいね、ここから左上から右に行ってペコラになってる。ペコペコペコつってるわ。めちゃめちゃかわいい。続いて、お、4日後が経ってるペコだ。ペコラの観察6日目。7月30日、朝起きたらペコラの元気がなくなっていたから驚いて腰を抜かしていた。お酒じゃなくて水をあげたら無事に元気な姿は戻ったので安心やばいペコだな。お酒あげたら酔っ払っちまうペコだけど、喉渇いてたんだねペコちゃんね。まだあります。ペコラの観察10日目。ちょっと待ってかな。ペコラと一緒に日向ぼっこをしていたらミコチムシが飛んできた。ペコラの、なんて書いてあるんだ、ペコラのフサを吸ってから元気にどこかに飛んでいっちゃった。あ、蜜だな。ペコラの蜜を吸ってから元気にどこかに飛んでいった。二人は仲良しだね。続いて17日目、今日は気がついたらペコラが鉢植えから逃げ出していた。逃げれんのペコちゃん。探し出すのにもすごく苦労。無事に見つかってよかったけど、ペコラはどこか行きたかったのかな。寂しがらせるな。ペコラの観察20日目。これ種まいてペコーラがさ出るってやばいペコだよな。ペコラが朝からまた植木鉢からいなくなっていた。必死に探してやっと見つけたと思ったらパソコンの中に入っていっちゃった。グッバイペコペコラは自分の居場所に帰っていったんだね。ペコーラはバーチャルペコだからね。そしてこれが最後かな。ペコラの観察21日目。マジさ、育ててくれた恩も知らずにあいつ帰ってたなペコーラありがとうぐらいせめて言えペコだよなペコラ。ペコラがパソコンの中に消えてしまって少し寂しい気持ちになった次の日、空っぽの鉢植えを見ていたら新しいペコラの芽が出ていた。元気に育ってほしいペコちゃんどんだけ育ってんの。ペコラ量産機の種ペコじゃん。笑っちゃったわ。タイトル、夏のペコーラ観察日記。ひょんなことから手に入れたペコラの種を興味本位で育ててみました。一体どんな風に成長するのかな。ありがとう。これかわいい。でもすごいね、これイラストも描いて、しかもその植木鉢とかも用意して写真も撮ってみたいな、日記帳にしてって、ありがとうね。これいいね、夏の工作らしい、夏の絵日記みたいな感じペコだよね。そう、チェキさんよくね、イラストとかね、ペコちゃんのね、描いてくれたりもしてるペコだからね、めちゃめちゃ可愛かった。ありがとう、ペコーン。またねー。バーイ。